こんばんは、須田まさきです。2018年、12月3日、月曜日。この時間は僕、須田まさきがお送りしてまいります。はい、12月イエーイ！ 12 月もう今年2018年も残り1ヶ月切りましたよ。M1 も終わり。僕はちょっとまだね、見れてないんですよ。早く見たいんですけどね。もう終わり、あとはもうクリスマス。そしてもう、年越し。いや、世間が騒がしくなってきますよ。なんでね、そろそろ一年の締めにね、入らないといけない時期ですからね、もうやることたくさんですよ。ただまあ個人的にはもう来年度のドラマをね、これから撮れたりするんで、全然締め目もないんですけどね。まあまあでももう早いもんですね。いや、あっという間ですわ。そんな今年の、流行語大賞は、そだねーですって。ぴょんちゃん。冬季五輪の、カーリング女子日本代表の、まあ、パンチラインですね。スーパーパンチラインですよ。これもだって非常にね、普段使いしやすいフレーズですからね。そうだねって言うし、普通に。だから、これからそこですよね。普通に言うた時に、いや、そうだねって言うた時に、あ、カーリング女子の、あ、いや、違う、普通にそうだねって。そのややこしさだけがちょっとこれから、しばらくあんのかなっていう。なんかね、ここの手のやつあるじゃないですか。映画のそうとかの話してて。あ、そう、それみたいな。あ、お前、いや、ちゃうっていう、なんか、そういうやつ。ほら、もうそうって言ってるし、俺。いや、そういう、なんか。あかん、今日喋りにくくなる。いや、本当に。まあでもいいですね。使いやすいフレーズで。さあ、そんな中です。山崎賢人。中国のアワードでアジアベスト俳優賞に輝くってことで。アジアベスト俳優賞ですって。すごいですね。中国語で挨拶したらしいですよ。いや、もうほんと非常によろしいやないですかと。嬉しいですよ、それは。もう。ね、もうズブズブの僕らは。いや、なんかそっか、検討がそんなところに、みたいな。まあ、うん。もちろんね、すっごい賢人が頑張ってる姿とかも僕はいろいろ知ってますし、一時期お互い嫉妬して仲悪いみたいなこともね、あったりしますから、讃えたいのは山々なんですけど、まあ、個人的には、ジャッキー・チェンの方がアジアベスト俳優やと思いますけどね。個人的にはですよ、非常に。別に。うん。なんかね、絶対ジャッキーやねんけどな、っていう俺は。なんか、あいつだけ、先生に褒められてみたいな、この気持ち。ジャッキーなんやけどなーっていう。ジャッキーに勝てる俳優アジアでいるかなーっていう。ブルース・リーか、ジャッキーか。ねえ、か、真田大先生とか、まあまあ、本年度のっていうあれなんですかね。そうですね。ねえ、でもやっぱジャッキーなんやな、俺の中では。いつまで言うねん。はい、検討おめでとうございます。ということで、今週も始めていきましょう。改めまして、こんばんは、須田まさきです。毎週月曜日のこの時間は、須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。ですね、皆さん、覚えてますかね？2週間くらい前の、放送でですね、まあ、洋画の字幕を武田双雲に書いてもらうスタイルっていう、まあ、ネタをね、読んだんですよ、僕。東京ダースコレクションっていうコーナーの、まあ、ネタですよ。で、洋画の字幕を武田双雲に書いてもらうスタイルって呼んだんですけれど、で、その時にまあ、読みにくいやろうとか、普段の武田双雲の文字めっちゃ綺麗なんちゃうとか、クレジットとかのカードの時のサインどうなんやろみたいな。いや、だってね、あんだけの、やっぱ、文字を書く人ですから、気になるじゃないですか、みたいなことを言ってキャッキャしてたんですよ。したらね、番組に、お手紙が、一通届きまして、そのまあ、こちらにあるんですけど、手元に差出人がですね、武田双雲なんですよ。いや、皆さん聞こえました？差出人がね、武田双雲なんですよ。これ別に本当に、俺が一番びっくりしてるから、本当に冗談でも何でもなく、武田双雲さんが、武田双雲さんが何かで知ったんでしょうね。僕のラジオで、話したことを。そしたら本人から直筆のお手紙をいただきまして。すごい、この本当、上質な和紙に手書きで、こう、日本放送、オールナイトニッポン、菅田将暉様。菅田将暉はちゃんと振り仮名まで
いや、あのね、その普段の字めっちゃ綺麗なんかなとか言ってましたけど、めちゃめちゃ綺麗っすわ。めっちゃ綺麗、めっちゃ読めるし。めちゃめちゃ綺麗。当たり前やけど、ほんとなんかあのそういう書体でさ、パソコンで出てくるような文字ですよ。いや、すごいな。個人的にこの有楽町の蝶をぜひ見てほしいんですけど、これ芸術的ですよね。で、まあ、じゃあ一応その中身をね、読まして。いただきます。あの、菅田将暉さんへ、オールナイトニッポンでは、僕の字のことを語られていると、聞き、嬉しくなり、筆を取りました。でね、この後にね、顔文字が書いてあるんですよ。手書きで。武田壮、よ、わかってる俺の言ってること。武田壮雲さんの筆で書いた顔文字がね、そんな一面まで見せてくださるんですね。いやー、すごいニコニコってしてる。両手を上げてる顔文字なんですけど。そして続いて、僕は人の字の個性が大好きで、字の珍珠ハンターです。芸能界の、珍珠、菅田将暉さんの字が見た鳩です。こんなコツ、興味があるとです。気が向いたらお返事ください。武田壮雲という。マジやからね。一切俺ふざけてないからね。いや、本当に、いや、本当に、なんなんこれ。どういうことですか。俺もちょ、意味が本当にわかんないんですけど、どういうことですか。いや、本当、こんな番組のね、しょうもないタワーごとに、本当リアクションしていただいて、本当に申し訳ない。本当にありがとうございます。本当に。いやー、嬉しいですよ。まさかこんなことはね、先週も気まぐれクックさんで僕はもうわー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 なって、こんなね、菅田将暉オールナイトニッポンも、だいぶこう、いろんなところに知ってもらえるんだって。いや、だからほんまあんま変なこと言っちゃダメね。本人に伝わるんやわ。本当に。ちょっと今後気をつけます。改めまして、あの、お返事書かせていただきます。武田壮雲さん、ありがとうございました。これも丁寧にうちで保管させていただきます。ではですね、今日もリスナーのあなたにメールで参加していただきたいと思います。今日のテーマは、文字の話。そりゃそうでしょ。武田壮雲さんからお手紙をいただいたということで、文字の話を募集します。そんな前振りあるっていうね。いや、ここだけじゃないですか言ってんの。まあ、その文字の話、授業中のノートにとか、書道の授業でとか、そのまあこっからね、クリスマスカードや年賀状の季節でもありますから、文字を書く機会はね、多くなるんではないでしょうか。まあ、なんでそのまあ何かしらの文字を書いた時の話をぜひ教えてください。受付メールアドレスは、すだ@allnightnippon.com、すだ@allnightnippon.com です。メールの件名に、今日のテーマと書いて送ってください。番組を聞いての感想などもお待ちしております。番組にメールを送ってくれたリスナーの中から、抽選で5名に番組オリジナル赤ペンをプレゼントいたします。住所と本名もお忘れなく。同じ内容のメールは一通で大丈夫です。ツイッターのハッシュタグは、シャープ菅田将暉 ANN、ガシガシつぶやいてください。ということで、深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組は、ハーゲンダッツ、BVD 富士坊、エイブル、ブルボン、サミー、シンシア、種の滝、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。ではここで一曲、あまり正体がわからないんですが話題の方の曲です。ずっと真夜中でいいのに、でヒューマノイド。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネームおにぎりくん、菅田、武田壮雲さんから手紙もらってんの、やっぱしっぶ。マジやっとお前のことかっこよく見えてきたわ。いや、ほんまよ。いや、俺もなんか思ったわよ。なんか客観視してしもた。菅田将暉すごいなって。てか、このオールナイトニッポンですよね。やっぱ影響力というか、視聴率というか、ね。いや、すごいわ。ちょっとほんま、CM 上げて未だにちょっとよくわからへんもんな。
わかるのは、めちゃめちゃいい封筒っていうか、めっちゃいい紙使われてる。ちょっとよくわからへんな。いや、ほんとありがとうございます。信じられへんな。府中市ラジオネーム、波打ちの海岸。気まぐれクック、武田総雲。次は誰行く？上沼恵美子さんとか言っとく？お前な、多分その西の府中市やろ？西の人間じゃないから、そんなこと言えんねんって、マジで。そんなもん凄すぎますよ、そんなんね。言っとくっていう、そんなもう舐めすぎ。あかんよ、そんな。いや、ちょっとすごいなぁ。ちょっと始まって以来の衝撃っすね、なんか。武田総雲さん、ありがとうございました。さあですね、今日はちょっとその、いっぱいね、お知らせしたいことがあるんですよ。まあ普段あんまりこの、まあラジオにて、菅田将暉関係の告示はね、やらないんですけれども、ちょっと年末に向けていろいろありますので、やらせてください。ほんとね、しょうもない話ばっかりしてる場合じゃないんですよ。サボってたらダメなんですよ。告知っていうのは生命線みたいなもんですから。一番大切ですから。聞いてください。まずは、スペシャルウィークのお知らせです。来週、12月10日の放送にはゲストがお越しくださいます。しかも二人、まずはこの方、石崎ひゅーい。ひゅーいくん来てくださいます。菅田将暉のサードシングル、さよならエレジーを作ってくれたのが、石崎ひゅーいくんでございます。そして、もう一方、この方が来てくださいます。あいみょん紅白に出る人です。JCJK 流行語大賞の一部門で1位を取ったみたいですね。おめでとうございます。10代に人気ですよ。いや、すごい。でですね、まあひゅーいくんと、あいみょんと3人で何をやるのかということでね、まあおしゃべり踏まえ、あと生歌します。まだね、その正式何曲か決まってないですけど、まあ3曲ぐらいやれたらなという予定でございます。まあ誰もが知っててぶち上がる曲もやりたいですね。そしてまあ先週も言いましたけれども、リスナーの皆さん、ぜひ友達に広めてください。なんたってね、 JCJK 流行大賞一部門1位の人ですからね、あいみょん。ちなみにモノ部門はタピオカらしいです。そしてアプリ部門は TikTok らしいです。だからあいみょんがタピオカを持ちながら TikTok をしたら今一番バズるというということですね。なんで皆さん、ぜひ広めてください。そのホームルームのね、時間とかにお知らせとかしてくださいよ。先生にね、なんか最後にみんな言うことあるやついるかみたいな。はい、待って、立って、なんやお前、なんや菅田将暉のオールナイト日本に石崎ひゅーいくんとあいみょんが来るんです。あ、はい、分かった聞いてくださいみたいな。はい、分かったぜひね、バッて綺麗に手を挙げて皆さんお願いしますよ。後ろの方にある小さい黒板の方にも書いといて、尾行みたいなやつ書いといて、とかまあ授業中に手紙回してでもいいですわ。きっとね、何人かのこう男子はなんで俺この警戒役をやらなあかんねんみたいな。手紙をバー回してね。ということで、ぜひ来週の放送もお聞きください。そして2個目のお知らせ、菅田将暉俳優生活10周年を記念したですね、菅田将暉アニバーサリーブックが来年2019年2月21日に発売することが決定しました。タイトルは、誰かと作った何かをきっかけに作ったものを見ていたものが作ろうった何かはいつの日か愛するものが作った何かのようだった。日本の風に背負う、一息は大変ですね。まあ私、菅田将暉自身がつけたこのタイトルはですね、出版社であるワニブックスの俳優本史上最長となる55文字。まあ、自慢するようなことじゃないんですけどね。なぜならその別にね、長くすることが僕のその一番言いたいことではないから、すごいことじゃない、誰でもできるから、長くすることは別に誰でもできるから、ただ長くすることはね、ただ僕にとってこの10年をね、一文字にする方がむずいっていうか、なんでちょっとまあそこで勝負してないというね、いろいろ言いたいことがあったらこうなったという結果論です。これはこの長いタイトルは、でですね、まあここからの告知も長いんですけれども、例によって例のごとく、ただまあなぜなら大切なので、ちょっとお聞きください。まあ、どんな本かと言いますと、まあ、豪華な仲間たちとこの本で共演しております。大河の撮影による、菅田将暉 in ハワイ、二階堂ふみと制服を着てのアフタースクールアズ高校生、仲間たちに作ってもらった服を着てヘアメイクをしての撮影、
山田孝之さんと描いた即興アートスプレーアート、小栗旬さんがバー小栗のマスターになって菅田将暉にインタビュー、そして菅田将暉ロングインタビュー果たして何の本なのかね、本当に今このタイトルだけ言われてもねさっぱりかもしれませんけれども、まあそのまあ以前ねここであのタイガも来てくださって喋ったそのハワイっていうのはこの本のことだったわけですよ。まあハワイにそのまあできるだけオフなというかその休暇中のね姿みたいなものも撮れたらなという思いで一緒にまあ旅行のような感じの撮影もタイガと行ってきたり、まあ二階堂ふみとですね、まあ高校生にちょっと気分を戻ってちょっとそんなね撮影もしてみたりとか、あとはまあその仲間たちとに作ってもらった洋服を着てヘアメイクっていうのは個人的にその洋服を作ってるっていうアイデンティティが菅田将暉にあるわけで皆さんご存知のねよく言われるんですけど、まあそれがいつも作ってる奴らがいるんですよ、仲間が。まあそいつらとのまあシューティングを行ったというものですね。あとはまあ山田孝之さんとまあ即興でちょっとアートスプレーをやったり、まあいろいろその俳優界の過去と未来みたいなことも喋ったり、いろいろ濃い内容になってます。そして同様に小栗旬さんともまあ小栗さんとはその喋ったというより小栗さんがインタビューになインタビューになって僕に質問をしてくださるという贅沢な内容で、そして菅田将暉ロングインタビュー果たして何の本なのかね、このタイミングでの愛する人のために生きる、そんなことはもうやめたっていうのはちょっと意味深なそういう意味ではないんですけれどもね。まあそしてちなみにそんな豪華なね本の本編プラスまあ、メイキング風景や、菅田のインタビューも収録した約75分にも及ぶ DVD が漏れなくついてきます。もはや本じゃないですDVD ついてますから、なぜなら本ではないですよ。そしてこの本は限定版と通常版がありまして、限定版には、豪華特典がついてきます。特典1、山田孝之さんと書いたスプレーアート作品の108ピースの特製ジグソーパズル。特典2さっきもDVD がついて本じゃないって言ってジグソーパズルついてきますからいやまあこれはね僕らが作ったものも皆さんがこう完成させてこそというメッセージでございます。そして特典2、バー小栗の特製コースター2種、菅田将暉書き下ろしバー菅田特製コースター2種の計4種、さらにこれも付けちゃおう、特典3ジグソーパズルとコースターも一緒に収納したブックケース帳、ブックケース帳で、もう一丁限定版をご購入したいただいた方の、ちょっと待って、ちゃんとやっていい、ちゃんとやっていい、ちょっとマジで。ふざけて、お嘘ちゃうからな、マジで。今日、武田総務さんのも含め、なんか、ちょっとテンションがおかしいけど、マジやから。でですね、限定版をご購入していただいた方の中から、抽選で700名の方限定で、発売記念イベントも、開催いたします。来年2019年2月21日木曜、都内某所で行うこのイベントは、須田の、まあ、26歳の誕生日です。イエイなおイエイイエイなお、こちらのイベント応募の、抽選権利があるのはここ大事ですよ。トップコートワニブックスの通販サイトで限定版を予約した方のみとなっておりますので、ぜひお気をつけてください。ということで、明けて、今日のですね、12月4日、まあ、この放送が終わった直後深夜3時から全国の書店、ネット書店一部通販サイトで、予約受付が開始になる、なります、菅田将暉アニバーサリーブック、誰かと作った何かをきっかけに作ったものを見ていたものが作ろうと何かをいつの日か愛するものが作った何かのようだったわ限定版が、税込み5000円、通常版は税込み3024円で2019年2月21日木曜発売です。安っ限定版はねえ、本と DVD とジグソーパズルと交差ついてくるからね、交差4つついてくるからね、そして限定版はですね、なくなり次第終了になりますのでぜひよろしくお願いします。限定版とその通常版の表紙カバーはそのタイガが撮影してくれた、まあ、違うカット、異なるカットになっております。ちなみにこの間そのタイガが来てくれた時、パソコンに5000枚菅田将暉の写真があるって言ってましたけど、この間まあやり取りをしてて改めて見たら12000枚あったそうです。
そしてこの本に関する最新の情報は公式ツイッター、須田まさきブックをチェックしてください。まだ行きまーす。お知らせ3つ目多いな本の告知を、まあスーパーね熱くやりましたがまだあります。行っちゃいまーす。ミュージックステーションスーパーライブ2018に出まーすに12月21日金曜日です。いや本当に楽しみです。生放送ですしですね、あの曲がやってやれるなみたいなこともあったりしますし、まあちょっとね生放送なんでね、ちょっとあの例の歌詞替えみたいなやつもねやったろうかなみたいな、ちょっと歌詞のテロップと違うことを言ういっちゃんかっこいいやつねとかですね、やりませんよそんなそんなことできる力ないから俺ちゃんと真面目にやりますけど、とかあとまあもうあの情報が出てるんでねお気づきの方もいると思いますけど、ヒカキンフェニックスとセイキンフェニックスも出ますよということはタマキンフェニックスの出演はあるのか、ちょっとね生放送なんで気をつけていただきたいですけどね。はい、ラストまだありますまだあるっていうね、ちょっと最後のはそのちょっと謎なので真剣に聞かなくて大丈夫です。ま、あのツイッターでしれっと告知をしましたが、いいですか、いきますよ皆さん。 NHKBS プレミアムで須田まさき TV 放送決定。怖い。怖いですよね。いや、わかりますよ。僕も怖いでしたから。須田まさき TV ですって。しかも、NHK ですよ。すごないですか？我が名を冠した番組を、NHK さんで。ちょっとやらせていただくということでですね。いや、ほんといろいろやってると、10年ぐらい経つとこんな仕事もあったりしまして、いや、ほんとありがたいんですけれども、この番組で私、須田、アメリカのシチュエーションコメディに挑戦しております。アメリカのシチュエーションコメディに挑戦しております。アメリカのですからね。その、まあ、僕以外全員外国人。撮影現場もカオスでした。まあまあまあ、はっきり言って本当に意味不明です。その、ね、頼みの綱のその NHK のホームページにもですね、詳細がほとんど書かれていません。なんなら最初一切告知なくやったろうかなみたいなことも言ってたくらいですか、さすがにそれはってことでね。そしてですね、その何より言いたいことがあって、その須田まさきが須田まさき TV っていうのを NHK でやるよって割とね大きく言うたんですけどね、全くバズってない。もう全く箸にも棒にも引っかからへん、マジで。もう少しね、なんかちょっと話題になると思ったんですけどね。いや、ちょっとこれは何でしょうね。同じ NHK のライフに出た時の方がもっと盛り上がったんやけどなっていう。今度は冠番組なんやけどなっていう。全然。まあ確かにちょっとわけわからんさすぎんのかもね。みんなこう反応しようもないみたいなとか、確かに。ちょっと情報をね、あんま出さないようにしてるとこもあるから、あれやけど。ただ、こちら半年以上前から準備してるんですよ。本当に。そうなんですよ。まあまあ、やりたいことをね、やらせてもらってるんですけど、まあ、いかんせん世間からね、ガン無視を決め込まれておりまして、盛り上がってるのはこの番組控室だけなんですけれども、面白いですよ。多分面白いと思います。本当に。ただ、本当に。あまりにもなぎゆえに、無風のなんかこの波風が一個も立たんなぎゆえに、ちょっとこう言わせてくださいってことで、あとちなみに、これ以上変なっていうか、わけわからん情報言われても困るかもしれんけど、生放送もあるんですよ。はい。須田まさき TV 内に生放送もあります。それ見ていただいたらわかるんで、ぜひ本当に、ま、見てほしいってことが、はい。こちらがですね、12月15日土曜日の、夜9時から、10時で放送しますんで、ぜひ見てください。だからちょっとはもしかしたら、番組のリスナーの方はちょっとね、怖いと思うかもしれません。多分ね、みんなはこう思ってると思うんですよ。須田まさきが、まあその、アメリカのシチュエーションコメディを、こう、やろうとしてちょっとふざけるというか、コメディ風で
違うことふざけていくんじゃないかみたいな。いやいや、もうマジやから。マジでシチュエーションコメディをやってますから。本当に。面白いと思うんで、ぜひ12月15日、夜9時から、よろしくお願いします。ってことで、怒涛の告知ラッシュ、終わり。おいしゃい、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 しゃい、しゃい。あれですよ、この番組的にいっちゃん重要なのは、来週、ヒューイ君とアイミョンが来るということです。それだけ。それをまず一番皆さんは覚えていただいて、ぜひ、来週の放送。菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。ちょっとさっきいろいろ告知やらせてもらったんですけれども、いろんなリアクションが来てます。ラジオネーム、ピルシー。すみません、告知が多すぎてパニックになってるのですが、整理すると、スダキン TV が M ステで、小栗旬と日本の風で TikTok するロングインタビューの DVD が出るの。いや、そうな、うん、全然違うけど、ええわ、うん、もういい。大事なワードいっぱい入ってるし、うん。そうそう、いろいろやるんですよ。そうそうそう、いろいろやるんです。他にも来てます、ラジオネーム銀河マン。あ？本のタイトルなんて？あ？ションベンボーイズ卒業式にソーラン節踊る？あ？言うてへん。ションベン。ひどいな、これ。こいつひどいな。全然聞き、お前その調子やとヒューイ君とアイミョンも分かってへんやろ。違います。まぁ、ちょっと長いんでね。誰かと作った何かを、誰かと作った何かをきっかけに作ったものを、見ていたものが作ろうった何かをいつの日か愛する者が作った何かのようだったです。詳しくはツイッター見てください。お願いします。そして、もう、こんな俺、自分の本のタイトル言うたんびにさ、手の先がちょっとピリピリすんねんけど。酸素が、一息で持たへん。ラジオネーム、シュピロ。須田さん、はい。先ほど、テレビ朝日の裏口から、帽子を目深にかぶった玉金がタクシーに乗り込むところを目撃しました。これはサプライズ確定ですよね。行っちゃったら、行っちゃいけないやつだったらごめんなさい。マジかよ。ちょっと俺の思ってた玉金とちゃうな。完璧に擬人化してるんですね。おんねや。帽子をね、まぶかにかぶるってことは顔見たらわかるってことでしょ。本人も気にしてるってことでしょ。俺サプライズやからっつって。うわ、やばー、ちょっと。シワシワの玉金。やめなさい。それただの玉金やんか、マジな。めっちゃ怖いわ。いやー、ほんと。ということで、今日のテーマいきます。そうですよ。今日はもっとね、それもですけど、でかいことがあったんですよ。武田双雲さんからお手紙をいただきまして。何回言うても信じられへんな。ということで今日は文字の話です。文字に関するね、話を皆さんから送ってもらっております。ラジオネーム、丸モル。小学生の時、創立100周年のイベントとして、校庭に全校生徒が出て、祝100周年という一文字を作りました。うわー、いいですね。撮影はなんと、校庭に気球を浮かばせて、あ、そういうことか。カメラマンがその上から撮るという一大イベントだったのですが、大人になった今、12歳にも満たない大量の子供たちを並ばせ、気球を手配し、それを明るいうちにやり遂げた先生の労力を考えると、多分150周年の時には、二度とやらないだろうなと思いました。そっか、それ大変やわな、確かに。そうね。みんなそんなそうそうね、言うことも聞いてくれんし、あと、別に子供たちもさ、反発してるつもりなくてもさ、楽しいからさ。で、上から見て先生たちもね、綺麗に100にしたいやろから、これ大変やで。へぇー、なるほどね。あと今ドローンあるしね。上からね、こう、やるんかな、今やったらね、どうなんでしょうね。いや、でもそっか、一文字っていうね。すげぇ、100年ってでも、どっちかと作りやすいんかな？どうなんでしょうね。でも綺麗な100年作ろうさ、むずいっすよね。そっか。学校に気球来るなんてもう大はしゃぎでしょうね。すげえ。いや、それは思い出深い人じゃないや、文字エピソードでした。さあ、続いて。東京都ラジオネーム、ウォータームーン。自分は、ひらがなを使いません。どういうことですか？例えば、携帯の充電がないから返信できない、と。伝えたいときは、携帯充電、ショー、返信不可、と。
打ちます。なんか漢文のお勉強みたいでインテリ感が出るのでとても気に入っています。そうですか。そうなんですね。ここのメールファックスは思いっきりひらがな、ひらがなをひらがなって書いてあるんですけどね。へえ、まあ、でも確かに伝わるしね。うんうん。あの、文字数も少ないから言いやるけど、これ打つん、大変そう。ええー、まあ、確かに、あの、ちょっとかっこいいかも。うん。インテリ感とは違うかもしれんけど、なんか、そうね。携帯充電小変身不可。っていう、なんか、ま、簡潔な感じはね、しますけど。うん。ちょっと冷たさを感じるかな、若干。まあまあでも、そういうポリシーもあっていいんじゃないですか？僕はこの先、死ぬまで、ひらがなを使いませんって。きっと後悔するのは自分だと思うんで。すごい重い枷を背負ってるな。さあ続いてラジオネーム。魅惑の猫まんま。ほう。高校2年の時は、僕は当時、好きだった子が、部活の試合で授業に出られないので、ノートを代わりに取っておいてと、頼まれました。ほうほうほう。僕は通常はミミズが踊ったような文字を書いていましたが、その日は丁寧に丁寧に丁寧にノートを取り、ちょっとあの曲が浮かびましたけど、その子が学校に来た時に見せてあげました。すると見やすくまとまっていてよかったよ、ありがとうと、おー言ってくれました。あれ、なんで今付き合ってないの？なんででしょうね。それは俺も分からへんな。うん。丁寧に、丁寧に。ね、丁寧、丁寧、丁寧に。やったわけなんですけどね。そっか。こんなんだって、ね、自分が当時好きだった子に、ちょっと私出られへんから取っといて、なんてね。結構、なんか、ありな、ある感じがね、して、それにちゃんと答えたんですけどね。それちょっと、俺もマジで分からんわ、それは。うん、まあきっと、なんかが上がったよ。なんかが、うん。いやでも感謝してると思うよ。うん。偉い。というわけで引き続き、あなたからのメールお待ちしています。メールアドレスは、すだ@オールナイトニッポン。すだまさきです。リアクション来てます。福島県、ラジオネームバカ青春待ったなし。すだくんの歴史が詰まった本。僕が粘土で弟を作ったのをきっかけに作ったものを見ていた。作ろった弟はいつの日か兄の愛に気づくだろうか。ですが、違うよ、違うよ、違うよ、それお前の話か、知らんわ、なんやそれ。ですが、二階堂ふみの生写真はついてきますか？これやから男はほんまに。オーケービバリー、行っちゃいましょう。東京ダースコレクション、津田まさきです。これがね、先ほど言っていた武田総務さんから、返信をいただけた伝説的コーナーでございます。このコーナーではおしゃれ大好きファッションにしたリスナーから最先端のファッションを教えてもらっております。最先端ごめんなさい、最先端すぎるがゆえに理解不能なファッションが送られてくることもありますが、それはこっちが送られてるだけです。ダサいのはこっちです。ついていけるよう頑張っていきましょう。ではいきます。東京都ラジオネーム、それいけ残飯マン。宿題を忘れたことが確定しているのに、カバンの中を100度見くらいするスタイル。Let me take a selfie. 絶対家の机の上ですからね。またまたっていう。またまた。目覚まし時計とかも一緒っすよね。カチって止めて。あ、いや、またまた。そんなわけないやん。7時半集合で7時半ってなわけないやん。いやいや、それは確かに100度見返しするんですよ。100回分の感情毎回違いますからね。無駄は一切ないです。さあ続いて、ラジオネーム、ダイチル。こたつの中は、足のポジショニングがなかなか定まらないスタイル。Let me take a selfie. これめっちゃわかるなぁ、俺。なんやろうね、でも確かに。まずさ、やっぱ滅多に出会えるもんでもないし、あ、結構低いんやな、みたいな。結構下やな、みたいな、そのね。で、やっぱ、そう。このなんか、角の柱邪魔やな、とか。やっぱ、大人の足、バッて伸ばすと、ちょっとね、出そうになるし。あと、その、毛布中にゴワ入ってたりするし。なんかね。で、なんだかんだ家族の足もあるから、伸ばされへんし、みたいな、ね。ちょっと汗かいてくるし、みたいな。なんか、フルフルでリラックスできない感じね。ちょっとわかるわかる。
さあ続いて、ラジオネーム朝礼に朝礼、美容師に向かって口じゃなく手を動かすというスタイル。Let me take a selfie。 じゃあそのおしゃべりも仕事やから美容師さんは気遣ってくれてんねんって。ちゃんとコミュニケーション取りながら切ってくれてんねんってさ。ほんまに本人がやりたい髪型になってるかなとかさ、あるやんか、そういうの表情見てみたいなさ、あもうちょっと切ってほしいなみたいな言いにくいみたいなのもこっちあるから、それもちゃんとさせてくれてんねんって。まあおかんに言われたら腹立つやつやん。さあ続いて、愛知県ラジオネームパーカー、卒業式の合唱に心躍るを歌うスタイル。 Let me take a selfie。 なんでなんでやん、どう考えても合唱曲じゃないやん。エンジョイ音楽はなっつって、なんでな、なんで男子校か。でも確かに俺ら世代やったらめっちゃ盛り上がると思うで。今こういこういよりんとこ。あそこはやっぱソロで行ってほしいですね。やっぱこう学年一声の低いやつがソロでバッっていうその名誉みたいな、成績一番のやつが表彰状もらうみたいな、なんかゴーイゴーイよりこのってきな的な言葉出てきたって。あーカラオケ行きたい、マジでカラオケ行ったらえぐいぐらい上手いやついるからね、たまにね。好きやわ。脱線しました。続いて、ラジオネームバカ青春待ったなし、クックパッドを駆使し冷蔵庫の余り物でちゃちゃっと G ショックを作るスタイル。 Let me take a selfie。 はぁ、なんてもうさ、あの嘘とかやめようや、マジで。なんて、冷蔵庫の余り物でクックパッドを駆使してちゃちゃっと G ショックを作るスタイル。G ショックって時計でしょ、デジタル、デジタルは無理よ。冷蔵庫のだって中にさ液晶余ってたりせえへんし、文字盤とかゴムのベルトとか売ってないし置いてないし、できてそのなんか時計の針も動かん時計っぽいもんですよね。いや要はキャラ弁ですよね。要はちょっとなんか、うん、時計のキャラ弁ぐらいなんちゃう、どうせ、うん、分からんけどもな。続いて、北海道ラジオネームサメシャーク、アダルトサイトを見るときには必ず親のスマホを使わなければならないという制約のもとで自身の念能力を強くしていくスタイル。 Let me take a selfie。 これすごいな、これすごいな、この制約設けた念能力はマジで不法品どころじゃないよ。本当に団長いけるよ、団長クロロルシリフル倒せるよ。あの人かも手こずったクロロまでいける。あ、ハンターハンターの話ね。すいませんね、ついてこれてない人。いやー、そっか、クラピカのジャッジメントチェーンでしょ。やっぱね、クラピカ火の目持ってるからね、火の目発動中はエンペラータイム発動するから全能力 100% なるから。いや、まあ、簡単に説明するとね、その自分に制約を設けるとそれぐらいすごい能力を使えるっていう、このね、そういう意味では親の携帯でしかアダルトサイトを見れないなんて、この世で一番重い系でしょ。マジで何だってできるよ、マジで。すごいわ、これすごい能力見削ってんな。いや、すごい、さぞいいもんを見つけれるでしょうね、動画。今日いっちゃ欲しいやつを。親がどっか行ってる隙にって撮ってババババッつって、おお、めっちゃいい流れでいっちゃいいやつ見つけれるやろね。何を言うてん、ラストいきます。北海道ラジオネームブルーフラッパー、横綱が負けた時一斉に土俵に向かってスパイキッズ4の DVD を投げるさい。座布団じゃなくて、いや前の人危ないでしょ、こんなもんね、 DVD なんて硬いもん。いやじゃないんよ、じゃないんよ、違うよ、待ってよ、違うよ、そのなんで持ってんのよっていうとこなんですよ、まずみんなね、えあのツタヤ両国店ビビるでしょうね、えらいスパイキッズ棒売れるなって。なんでみんなこんな今日買ってくんやろっていう。いやー、てかまだやるかスパイキッズ棒。いや俺もさ、いかんせん見てないからさ何とも言われへんし、もはやここまで来ると見るのちょっと怖いんですよ。
絶対面白いから、スパイキッズ4。そんななんか、やっかみもんみたいなやめて、マジで。というわけで、引き続き最先端のファッションをお待ちしております。受付メールアドレスは、すだアットマークオールナイトニッポンドットコム、すだアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名に、東京ダースコレクションと書いて送ってください。では、ここで一曲です。すだまさき、アルバム出したのは今年だったんですね。すだまさきで、ピンクのアフロに飾る。すだまさきです。今日のこの時間は、すだまさきのオールナイトニッポンをお送りしております。リアクションいただいてます。兵庫県ラジオネーム、リオネルタッチ。須田さんのヘアヌード写真集、ジャポニカ学習帳の虫さんたちをパクパク食べてみた。ですが、ジャポニカ学習帳の虫さん、虫さんたちをパクパク食べてみた。違うわ。ですが、あいみょんとのツーショットチェキ参加券はついてきますか。もうさあ、もうさあ、もうボケが多いねんって。ヘアヌードちゃうし、虫さんたちパクパクせんし、チェキなんてついてこへんし、俺のやし写真集。なんでさ、その、ヌードで虫食ってんの。もうそれは、アフリカ大陸の方のなんかさ、サバイバルやんか、俺。なんだ。ほんで、なんでそれ、なんで俺がさ、ヘアヌードでさ、裸で、虫さんたちパクパクしてる写真集で、あいみょんのさ、ツーショットチェキがついてくるの、なんでな、マジでなんでな。多いわ。違いますからね、マジで。この情報一個も合ってないですから、皆さん、ほんと。ラジオネーム、ペロペロリン。須田くん、喉大丈夫？すいません、ちょっとね、ちょっと今日なんか喋ること多いんで、ええ、そんな長いタイトルの本出すからだよ。マジざまねえな。うわ、なんなんこいつ、マジでめっちゃ嫌なやつやん。は？うわ、ちょっと切れそうやわ。なんなんこいつ、なんなん、なんやねんな、マジで。その感じ、そんなこともあるでしょうよ、本当に。いやー、ほんと今日はでもなんかめっちゃ喋ってる感ありますね。なんなんやろな、ほんと。ほんでさ、ちょっと今思ったんですけど、マジで、須田まさき TV のリアクションこうへんな。マジで。いや、そのね、ミュージックステーション来ましたよ。で、本のこともね、来ましたし、で、ね、あいみょんのこと、ひゅうい君たちのことも来たし、マジで須田まさき TV、そんな無視する？なんだよ、そんなに興味ないか？結構、こっちと、半年前からやってんねんで。結構こだわって頑張ってんねんで、ほんと。ねえ、みんながテレビで見ない日も、俺は津田まさき TV やってたんやで。ねえ、おかしいな、全然なんやろな。まあ、ちょっと見てくれること願うばかりなんですけどね。というわけで、引き続き、あなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。では、こちらのコーナー参りましょう。月曜音楽アカデミー。このコーナーではリスナーのあなたから送っていただいた明日誰かに言いたくなるような音楽情報を紹介していきます。僕さまさきもなんやかんや歌手やってます。なので音楽のお勉強もしていきたいなと思っております。リスナーの皆さんも一緒に音楽の勉強していきましょう。では紹介していきます。まずはこちら、ラジオネームヒレ肉。米津玄師、どこにも行けない。どういうことでしょうね。行きましょう。大きなお兄さん米津玄師さんの確かに大きいけどね、米津玄師さんの歌詞にどこにも行けないというフレーズがたくさん入っているということが話題になっています。どこにも行けない。とある音楽サイトが米津玄師が作詞作曲を手掛けた公開音源全101曲を、そんなあるんですね、101曲を対象にどこにも行けないにまつわる調査を行った結果、どこにも行けないが入っていた曲は9曲。そして、この他にも、どこかに行く、行かないなどの表現は多岐にわたっており、どこへでも行けるが1曲、どこかへ行きたいが3曲、どこへ行こうが14曲、どこにも行かないでが2曲、どこにも行きたくないが2曲。ほう、確かに多い感じがね。分類した結果、どこにも行けないよりも、どこへ行こうクエスチョンという
疑問系の曲が多かったようです。へえ。ちなみに米津さんは自分の歌詞がこのように言われていることに関してツイッターで一言わっはっはと言っています。さすがですね。いいですね。ちなみに僕が昔よく使っていて、はい、急にさ、急にな、うん、ちなみに僕が昔使っていて友達から嫌われたワードはそれ言うと思ったです。反省してます。腹立つな。それ言うと思って。確かにね、そいつムカつくな。それ言うと思ったムカつくな。そこはもう立てたれよ相手よ。ねえ、そうですか。まあ君のことはいいんですけれども、ねずくんの曲でやっぱこうなんかあれなんですかね、そのまあでも自己表現ってことですよね。自分のその言いたいことというか、その胸の奥になんかあるね、表現っていうか何かの現れというか、そういうことなんじゃないですかね、うん、まあでもそれはだって101曲作っててそれはそうですよね。で多分一個一個同じどこへ行こうでもさ意味ちゃうやろし、うん、あそうなんですね。でもちょっと見てみよう。多分前後の文脈でね解釈は全然違うでしょうしね。すごいな。ありがとうございました。さあ続いて、静岡県ラジオネーム何んねノーブラ。ボブディラン、トーク番組で喋らず。 How many roads must a man... アメリカのシンガーソングライターで2016年にノーベル文学賞を受賞したボブディランさん、トーク番組に出演し一言も話さないままトーク番組の出演を終えたことが話題になっています。トーク番組にめったに出演しないことで知られるボブ・ディランさんは今回自身が作ったオリジナルウイスキーのプロモーションの一環として事前に収録された映像の中に出演しており、彼はその中で司会のジミー・ファロンと共にウイスキーを飲みながらサーカスのプライベート上演、サーカスのプライベート上演ちょっとよくわかんないですけど、まあちょっと一回次行きますね。ウイスキーを飲みながらジミー・ファーロンとウイスキーを飲みながらサーカスのプライベート上演を楽しみ、サーカスの演技が終わると忽然と姿を消すという、とんでも演出をやってのけました。トーク番組でボブ、わかるよ、俺にはわかる。俺も会社の人とお昼ご飯の時に二人っきりになったりするけど、何を話したらいいかわからなくて一言も話さないまま立ち去る時あるもん。しまいにはあいつ存在感なくていてもいなくても変わらなくねって陰で言われてるし、俺たち同類だよな。高円寺あたりで飲んで悩み共有しようぜ、待ってるな。一緒にすんなっちゅう。全然違うよあなたと。へー、あそうですか。ちょっとでもいろいろ気になるなこれ。どういうことですか。まあ、ボブディランがめったに今トーク番組出えへんと。で、その自分の作ったオリジナルウイスキーのプロモーションの一環で、司会のジミー・ファロンとともにそのウイスキーを飲みながらサーカスのプライベート上演を見るという番組。ね、ねですよね。それはトーク番組なのかな。はて。なんやろそれ。プライ、で、要は、その番宣をするがためにサーカス読んだってこと？それはもうサーカス番組。それはもう、サーカス番組ですよね。ほんで、しかも自分の作っ、てかそうやね。自分の作ったさ、ウイスキーの宣伝やのに、多分きっとその、うわ、うまいわとかさ、ここがこうこだわってとかもなしで、サーカスのことも喋らず、去ってたわけでしょ。どういうことなんやろう。あれかな、そのバラエティ番組あって、その収録本編中はないけど別撮りでこう宣伝を撮るみたいな、いやと思ってたら帰っちゃったみたいなこと。は？どういうこと。てかこうなってくると俺今日どんだけ自分の告知をしたと思ってんねんっていう、なんか恥ずかしなってきますね。これ、ちょっとやっぱちゃうな、世界スターは。買うてください、聞いてください、見てください。
よろしくお願いしますって。いやいっぱい俺告知したからな。へえ、まあでもさ、なんかボブディランさすがっていう感じなんですかね。いや、サーカスプライベート上映はちょっと王様すぎるわ。続いてラジオネームチャリンコマン。レディーガガ朝4時までゲームする。へえ、呼んでいきましょう。アメリカの菅田将暉、レディーガガさんがあのさ、いや、その、分かったよ。チャリンコマンが攻めたい角度は分かってきたよ。ただ、俺はあそこまで派手ではないぞ。奇抜ではないと思うんやけどね。まあまあまあ。嬉しい表現ですけどね。ただ、まあまあいいや、もう。レディーガガさんが、ベヨネッタという、泉の底に沈む棺から蘇った魔女、ベヨネッタが暴れ回るゲームにドハマりし、ほう、連日朝方までプレイしているそうです。ガガさんのツイッターではたびたびベヨネッタにまつわる投稿が続いており、オーケー、冷静になるためちょっとゲームから離れる。今、チャプター10の途中よ。まだプレイしてる。チャプター13の途中。手が痛いし寝ないと。もう朝の4時、まったく。朝にもう一回挑戦するわ、と。手を負傷するまでプレイし続けるハードニーター、ハードニーターっぷり。ゲームに手こずるたびにツイッターで文句を垂れ、先月には任天堂アメリカの公式ツイッターに頑張れと返信されたそうです。へえ。レディーガガさん、いや姉さん、一生ついていきます。あなたのライフスタイルが世界に認められれば、僕は一躍トレンドの最前線に名乗りを上げられます。頑張れガガ、頑張れ。ということで、いや、その、うん、お前がハードニーターってのは分かった。ハードニーターって何、そもそも何、そのワンランク上のニートみたいな。なんかただのニートじゃないから俺らみたいな。それはね、上じゃないからね、下やからね。ニートよりハードニーターは下やからね。だし、ガガはニートではないから。映画もね、公開してるし、いっぱいいっぱい、その仕事しての、あれかな、それこそ映画のプロモーションがちょっと一段落して、遊びに没頭してるみたいなことなんじゃないですか、わかんないですけれども。でもこれすごいね、やっぱこのなんかスターの、ハマったらとことん系な感じっていうか、ね、やっぱ、バッて集中するんでしょうね。いやー。だからこれあれっすよね、ベヨネッタ町現場でありそうっすよね。すいません監督みたいな、ミュージックビデオとか撮ってて、あの、ガガさんがまだ控え室から出てこないんです。お、なんだどうした、なんかそのベヨネッタ。いや、あるでしょうね。しかもまだ2-3とあるみたいなんですよみたいな。ベヨネッタ2、確か3ぐらいあるでしょ。これはでもしばらく出てこないっすね。へえ、あ、でもなんか大スターでもやってね、ゲームにこうハマったりするんですね。ということで、引き続き明日誰かに言いたくなるような音楽情報をお待ちしております。受付メールアドレスは suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。メールの件名に月曜音楽アカデミーと書いて送ってください。お待ちしております。ではここで一曲。来週は石崎ひゅーいくんとあいみょんがゲスト、この曲は先日のライブでもカバーさせてもらいました。石崎ひゅーいでピリオド。須田まさきです。この時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。いやー、リアクションがいっぱい来てます。京都府ラジオネームボクチャイ。仮面ライダーダブル絶対に見ます。10年前や。ちなみに広瀬すずの使用済みコンタクトはついてきますか？なんでそうなんのよ。今日一回も広瀬すずっていうワードは出てきてへんし。意味わからんし。なんで仮面ライダーダブル見て広瀬すずの使用済みコンタクトついてくねん。っていうか広瀬すずが、あ、コンタクトのあれやってるから？ CM やってるからか。もうややこしい。今日話題が多いんよ、なんか。なんかもう、ちらが、まあ、いや、今日はさ、その、言ったら武田双雲さんので一本でいけるわけじゃないですか、軸として。いろいろもその、
ミュージックステーション含めで本のことでしょ。でこのまあてか菅田将暉 TV よ。てかそうですよ、一切リアクションのない本当に仮面ライダーダブル見てくれるの嬉しいですけどね。続いて東京都ラジオネーム沼袋。おい菅田何ですか、さっきから俺 YouTube ずっと見てんだけどよ、菅田将暉 TV 動画一個もアップしてねえじゃないか。お前マジ YouTuber としての自覚あんの？違うよ、お前のあれが間違ってんねんって。違うよ、俺がいつ YouTuber なるって言いました？そんな毎日投稿しますみたいな言ってないから俺。何よ、違う、菅田将暉 TV はその YouTube の菅田将暉チャンネル開幕みたいなことじゃないから、 NHK でNHK でその一晩だけねスペシャルでやるっていうことなんですよ。なんでね、まあまあ確かにそのまあ内容がな入ってきにくいとこあるかもしれんけど。ラジオネームオポチュニティ。菅田将暉 TV やります、 NHK でやります、アメリカンコメディです、菅田以外のキャストは外国人です。なん一回読んでもようわからん。まあな、そうやな。いや、そうやねん。そうやねんけどもさ、それ以上でもそれ以下でもないよな、こっちとしてはな。なんていうのかな、その、シットコムという、その、なんやろな、あるやんか、海外の。ね、フレンズとかそういうさ、ああいうアメリカンコメディですよ。それを、やったんですよ。ほそれはってなるか。そうな、まあ、なよな、どうやって言いたいかな。今日のテーマいきます。文字の話、文字に関する話送ってみます。今日のね本軸です。武田総雲さんよりいただいた手紙ということで、ラジオネーム飲む元気。僕には妹がいて、僕の父親は妹のことが大好きです。ただ妹は高2で思春期なので父親を無視しています。そんな父が妹の気を引こうとするときに必ず、お父さんな、高校の自由研究でお米に文字を書いて金賞もらったぞ。結構すごいやん。めっちゃすごいやん。っていう話をしています。妹は、臭いって言ってました。僕は泣きそうです。すごい状況やな。いや、それだってすごいやんか、お父さんね。お米に文字書くってできる？ねえ、今。確かに今、そんな誰もやってんかもしれんけど。お米に文字書くってすごい器用じゃんってできへんで。ねえ。いや、すごいよ。それは金賞取るよ。だからなんかこう、コミュニケーション取りたいんよ。ねえ。だから妹もさ、せめてその、臭い以外のワードでね、ちょっと、待って、会話になってないからさ、これ。ダースっていう。なんだったらダースっていうやつでしょ。ほんで、兄貴ちょっと泣きそうなんでしょ。そりゃそうやわな。どうにかしてあげたいわな。どうにかなんかそのまま繋いであげて頑張って。続いてラジオネーム、つよしん。僕は、25歳を超えてもなお、文字が汚いことがコンプレックスです。ああ、なるほどな。大人になると自分のサインをすることが多くなりますが、はいはい。その時に書く文字が汚すぎてやばいです。ゆっくり書けばそれなりの綺麗な文字で書けますが、やっぱり大人たるもの、ササの種でスパーンといい字が、いい文字が書きたくて意識してやってたのですが、名前の欄にこう十文字を刻んだだけみたいな。わかるわー、バッバッですね。サインをしてしまい、一度ホテルの受付で書き直しさせられたこともあります。耐え難い屈辱でした。いや、めっちゃわかるなー、あのかっこいいサインなー。確かに。でもそう考えると親って字綺麗よね、ほんまに。最近思うわ、なんかあの通信簿みたいなんでさ、あの先生からのメッセージとかに親がリアクションするみたいなところとかさ、
親って字綺麗やったよなみたいな最近思うもんね。俺も字全然自信ないから。いや確かにこれはいつか綺麗になるもんなんかな。ならへんか。どうなんやろ。でもやっぱそのさ、その何が問題かって、俺らはさ字を書くことが減ってるから、そこですよね。昔の方がさ絶対書くことも多かったわけじゃないですか。多分そこですよね。打つことが多くなっちゃったから。いやでも刺さんの旬のスパンはいけるよ、書き続けたら。うん、確かにな。だから俺もちょっとちゃんと武田総務さんに返信しよう。ラジオネームビリヤード。高校生の時、国語の先生がめちゃくちゃ綺麗な人でした。おー、いいですね。授業で象形文字からの、漢字の成り立ちを黒板に書いてくれたのですが、はいはい、羊という文字の成り立ちの説明の時、はいはい、羊の角の丸を二つ、うん、そして真ん中に細長い顔の部分を書き、黒板には完全にポコチンが浮かび完全にポコチンが浮かび上がりました。それはもうお前の味方やんけ。先生そんなつもりまあそうな、確かに見えるわ。確かに丸二つとそう細長いのやって、そうだよな。僕は先生のことが大好きだったので、先生がポコチンを書いたと思うと今にも走り出したくなりました僕なりのチャットモンチーです走り出した走り出したそうか、そうか、でもいい思い出やんか。なるほどな。いやこれ今日の文字のやつ1位かもしれんわ、下手したら。そうかそうか、走り出したくなってほんま感性って人それぞれやな。でも君が思ってたってことは、割と男子勢は思ってたよね。あの先生完全ポコチンやれって丸二つどうするまたそのめっちゃ綺麗な人っていうのがね、こうなんかオプションのように、なんかそうですか。いやそんなこともあるんですね。いい文字の思い出ですねいやー笑ったな。というわけで引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはすだ@allnadunippon.com、 すだ@allnadunippon.com です。須田まさきです。リアクションいただいてます。千葉県ラジオネーム、冷たい爪。たった今、テレビをつけて、16ちゃんでやっている須田まさき TV にチャンネルを回したら、テニスボールをレンジでチンして、お尻の穴に入れるゲームをしていました。2秒でテレビを消しました。おい、須田まさき TV おもんないぞ。違うやん、まだやってへんし。じゃあ今日やってないから。それなんなんその番組、ちょっとおもろそうやんけ。なんなんそれ、テニスボールをもうギンギンにレンジでチンしてお尻の穴に入れるゲームってなんなん。ようテレビでやれたなそんな番組。ひどいわ、一生懸命こっち作ってんのに。腹立つわ、マジで。切れそうやわ、マジで。よ本当にいてもうたろうかマジでほんまに。というわけでこちらのコーナー参りましょう。ショートシャンクの空に。リスナーが送ってくれた心温まる素敵なショートストーリーを私、菅田将暉が朗読していきます。では、早速紹介していきましょう。ラジオネーム、ディビジョン。実にいい布だな。よく風を通し春にはぴったりだ。ああ、服を仕立てたい。普通のスーツじゃつまらないな。襟はなくていいだろう。1800年代に紳士服の基礎を作ったとされる男は、乗馬に適しているかどうかで形を考えたそうだ。どうだろう。今の我々は馬に乗らない。つまり、そう、襟はいらないんだな。ボタンも取り外そう。現代的なジッパーがいい。しかし、歴史を重んじるのも大切だ。18世紀の男性服といえば、ロココスタイルだ。美しい脚線美のラインを重んじたファッションだ。これを取り入れよう。
フランス革命が起きたきっかけを知ってるか？マリー・アントワネットが自分の髪をより白く見せようと頭に小麦粉を振りかけたらしい。まあ諸説ありだかな。白を基調としたラインを腕と足に入れてくれ。ああ、それだけでいい。それ以上ではこの肌触りの良い布の良さが消えてしまう。さて、オーダーはこれぐらいだが、これはアディダスだ。続く。最後の最後に気づいたんですね。こだわりまくってこだわりまくって、よし、これでおお、アディダスだな。そりゃそうやんか。どんどんシンプルにシンプルにしてって、ね、即勝で白い線入れたら、それアディダスだよ。まあ確かにね、このなんか、オーダー品でね、自分のこう、こだわりをこう、盛り込みすぎると、結局あるあるになるっていうのはなんか、それすらあるあるというか、あ、もう結局ラーメンズやってるやん、みたいな。結局一人ごっつでまっちゃんそれやってたわ、みたいになるから、スーツはね、やっぱほんとベーシックなものを、昔ながらのものを、まあ、ちょっと自分の好みのね、あの布を選ぶぐらいで、自分の体のサイズを測ってもらうだけでいいんですもん。それが一番かっこいいです。さあ、続いて。まあ、遊ぶなら、内側とかね。まあ、まあ、まあ、いいです。さあ、続いて。愛知県ラジオネーム、パーカー。じゃあ、はい。消しゴムは、右か左か、どっちの手に入ってるでしょうか？ん？いや、右か左。うん、いやいやいや、あの、右か、左か、やからさ。違う違う、口ちゃうよ。いや、口って言われても、ほら、今、喋ってるやん、俺。口やったら、ね、口に入ってたら出てきてるやん、消しゴムがさ。ね？ってことは？そう。口、いや、違うってだから。アホなんか、お前は。アホか。あ、あ、いや、ちゃうやん、ごめん、ちゃう、冗談やんか、そんな。泣かんといてや。いやいや、うん、ごめんって、ごめん。ごめん、マジで、ごめん。ちょっと、強く言いすぎた、ごめん。な、オッケー。ほら、もう一回やろ、な。じゃあ行くで。はい、消しゴムは、右か、ひ、あ、アホやろ、お前。続く。口って。あって。こいつアホやな。こいつアホやな、マジで。本当に。右か左かで。喋ってんのにね。え、くちくちくちって。なんなんやろな。しかも泣いてるし。ねえ。そこはちょっと怖いっすよね。最初はふざけてね、くちって言ってなかったらマジやから。マジだって、くちはどうってよって。先生、ごめんってっていう。相手どんなやつなんかな？どんなやつかによるよね、これね。いや、それがさ、俺はてっきり今その、同世代っていうか、ね、ぐらいでやってた。からさ、アホやと思ったけど、これがね、ちっちゃいその幼稚園生とかやったらさ、ね、また話変わってくるからね。幼稚園生に向かって、アホかお前、おアホかお前って、そのあの割烹着みたいな襟をグッて持って、アホかお前っつって、それはちょっとね怖いからな。ちょっと相手が気になりますけどね。続いて、千葉県ラジオネームひろこ。だるまさんが転んだ。はい、ゆうた動いた。はい、ダメ。はい、もう君ダメ。はいはいはい、もう終わりました。残念でした。君もおしまいでーす。はーい。私に捕まってくださーい。そうそうそう、腰のところでーす。そう、もっとぎゅーっと掴んで、もっと強く。はい、好き。ドキドキする。好きすぎる。大好きすぎる。愛してる。無理。無理、好き。無理、愛してる。好き、大好き。だるまさんが転んだ。続く。何やねん。どういうことだ、マジで。何のイチャイチャなん、それは。ちなみにですね、このコーナー始まって以来の初なんですけど、この方ね、女性なんですよね。そういえばね、男性のあれが女性リスナーの方で、いやーいいですね、ありがたいですね。ただこうね、
自分の欲求をこう書いてるだけのようにも見える、この。非常に妄想。まあ、確かにそれで言うと男の我々はいつも欲求ばっかり言ってますから、あ、女性リスナー欲求としてはこういうメールなんやなって思うのと同時に、確実に、その、育ってきてますね。その女性リスナーが。っていうか、その、こんなん書けちゃダメよ。女性リスナーの皆さん。こんなんね、書けちゃダメですよ。こっちにね、そんな、寄りすぎない方が。いいような、こんなね、素晴らしいネタを。いやー、面白いなー。さあ、続いていきます。ラジオネーム、バキレン。それでは今からご飯にイクラの方をストップと言われるまでかけていきます。ただ食べ物に感謝の気持ちを忘れず食べきれる量でお願いいたします。それではいきます。あーよいしょあーよいしょ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 あーよいしょ。イクラが決壊しこぼれ始めた。調子のいい学生はここから6よいしょぐらいまで携帯でムービーを撮って楽しむ。大食いの人でも8よいしょ。こぼれ始めると道徳がイクラに勝ち始めストップがかかる仕組み。これがこぼれイクラ丼だ。34よいしょ目に差し掛かる。この男目の色一つ変えずにムービーを回し続けている。面白いありったけのイクラを持ってこい。今夜はオホーツク海が枯れ果てるぜよ。どのくらいの時間が経っただろう。イクラをかけ続ける男として連日テレビを賑わったのは当の昔。手首のスナップはすでに終わっている。あの頃を知るのは今では俺とお前だけ。店内はイクラで溢れ返り、屋根は大破し、街はイクラまみれに。はじめは役者の人間たちが俺たちに何かを言っていたが、ついには来なくなった。ストップ。懐かしい声がしてはっと我に返る。人生の半分をイクラをかけることに費やしてしまった。ダメだ、まだだ、まだ俺を止めないでくれ。彼のストップを無視して再びイクラをかけようとした時に気づいた。ザクザクザク、砂利だ。イクラの入っていた桶、そして店内、ご飯の上は全て砂利まみれだった。いつから?それを聞いてお前、まだ自分でいられる覚悟はあるか?男は砂利を一口食べて泣きながら言った。ああ、まじ。まじ。でもいくらだよ。この歳月が何にも変えがたい。いくらよりも、いくらだぜ。続く。は?え?最後全然思わなかったよね。ね、最後マジで意味わからなかったよね。え、怖い。え、どういうこと?いや、最初のね、あ、よいしょあ、よいしょってやつは。あ、よいしょって、ああ、あれね、あれねっていう、なんかその、いいとこ目につけたねっていう感じは。ねえ、テレビで見たことあるわって感じがしたんやけどな。ね、6よいしょ、8よいしょぐらいまでよかったんやけどな。なんやろ、これ。いつからおかしになったんやろ。なんか妙にスペクタクルやったけど。あとさ、その、なんやろ、こういう時にそのキャラ設定として、やっぱ大事なのはさ、方言ってあるやん。こいつの途中のさ、面白いありったけのイグラを持ってこい。今夜はオホーツク海が枯れ果てるぜよ。ってね。僕はこれアドリブじゃないですよ。書いてるまんま読んでるんですけど、オホーツクはね、北海道の方。ゼオは、鹿児島の方?高知の方?てか、まあ、要は、全然違う場所なわけじゃないですか。そのなんか、生まれたとこと育ったとこが違うみたいな裏設定もないし、なんか、どこの人やねんみたいなのもありつつ、でね、だいたいこっからなんすおかしくなったんが、どれくらいの時間が経っただろう。そんなわけないし、いくらをかけ続けて。そんなわけないし。マジで。いやー、ちょっと謎やったな。ほんで気づいたら人生の半分いってるわけでしょ?ねえ、最初のこのだって、イクラをかけ続ける男として連日テレビを賑わったのが当の昔っていうことは、まあ、
言っても1ヶ月2ヶ月でしょ。でこの後のね、人生の半分をいくらにかけ続けたっつったら、多分当時25歳として今50、25年ぐらいずっといくらやってたらいつの間にか砂利になってたわけでしょ、無心に。はぁ、ちょっと怖いんで終わります。これね、続くじゃないっすね。終わり。ということで、引き続き素敵なショートストーリーお待ちしております。受付メールアドレスはsuda@allradionippon.com、 sda@allradionippon.com です。メールの件名にショートシャンクと書いて送ってください。ではここで一曲、オールナイトニッポンのプッシュ曲です。ハンプバックで生きていく、須田まさきです。この時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。メール紹介していきましょう。ラジオネーム、ハンバーグ爆弾。須田さんの写真集についてですが、そんなことはさておき、僕は満島ひかりさんに、たまにはやるじゃんって言われたいんですけど、どうですか？知らんよ、知らんよ。いっちゃんどうでもいいやつ来たやん、今日一の。はぁ、何を言うてんのマジで。たまにはやるじゃんって、おおおおってやつね。ちょっとその、まあ確かにね、なんやろ、その、うん、強めの褒め言葉っていうか、うん、おおってやつね。うん、まあなっていうやつね。確かに嬉しいけど。いや違うよ、どうでもいいよそんなこと。本当に写真集についてですが、そんなことはさておきが早すぎんねん。なんか言えよマジで。おかしいなぁ。いやー、じゃあ今日のテーマいきますか。今日のテーマ、文字の話です。そうなんですよ、今日文字の話したいんですよ。いやー、今日は話題が多いなマジで。東京都、ラジオネーム、夜中に断捨離。最近4歳になったばかりの娘がひらがなを読めるようになって、成長を感じていたら、ひらがな文字を書けるようになりました。わ、すごいと思っていたら、来週あたりから今度はカタカナの文字を少しずつ書けるようになりました。どん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 と思っていたら、今まで10までしか書けなかったのに、今日いきなり20まで書けるようになりました。この3ヶ月で一気に成長した娘に感動すると同時に、同じ4年を横で過ごしてきた私は、何も勉強してきた英語すら書けるようになっていない、嫉妬です。ああ、なるほどな。まあでも子供のね、そりゃだってもう見るものすべてが好奇心な時期のね。でも、にしてもすごないですかね。だって、先週、4歳になったばかりでひらがな読めるようになったら、文字書けるようになって、でひらがな書けるようになったら、カタカナ行って、数字20まで行ってでしょ。いや、もしかしたら、マジどぎついレベルの天才っていう可能性ありますよね。ねえ。すごいんちゃいます？そのままなんか数学のね、方程式とかバー書き出して、ね、こう、何ですか、階段飛ばしての大学みたいなね、ことかもしんないですよ。いやー、でも確かに、逆に大人だったら勉強こんだけしないですからね。へー、いや、これはすごいっすね。続いてラジオネーム、チョコ。高校最後のソフトテニスの大会前に、母がくれた、試合前にこれだけは思い出しなさい。と手書きで書いてくれたメモが未だに捨てられずに持っています。電話の横に置いてあるようなペラペラの紙で、インクで、もう滲んでしまっているんですけれども、久々に見返したら、思いより大きな愛はないという言葉が書いてありました。20歳になって一人暮らしっていうのもあるのか、なんだかすごく染みました。成人式前に見れてよかったです。文字というテーマのおかげでもありますね。ありがとうございます。いや、ほんとこういうことですよ、今日は。ほんとありがとうございます。やっと武田双雲さんが聞いてもらえる。ほんとに。いや、そうですね。なるほどな。でもそういう親のね、僕も以前写真集をね、この今出したいくつの、こう、一個前に出した時に、同じように母からの手紙をもらったんですけど、そうなんですよ。を、まあ、裏表紙にこうね、載せたりするんですけど。
それは確かに僕もこう、まあ、すごい見返すことはないですけど、ふと見、この間ね、久々に見たんですよ。新しく本を作るときに。いや、染みましたね。頑張ろうと思いました。いい言葉ですね。思いより大きな愛はないっていう。本当ありがとうございます。引き続きあなたからのメールお待ちしています。メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。須田まさきのオールナイトニッポン。この番組は、全ホレン、株式会社オープンハウス、味噌カツヤバトン、インディード、大東建託、キャンメイク東京。以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りしました。須田まさきのオールナイトニッポン、そろそろお別れのお時間です。まあ、今日の、まあ、いろいろありましたね。今日はテーマがいろいろ多く、テーマは一個しかないんですけどね。テーマは、ほんと、文字の話ということで、まあ、武田総務さんからね、お手紙いただきましてってとこから始まりまして、まあ、いろいろありましたけれど、今日、何を、覚えておいてほしいのか、何を伝えたいのかと言いますと、来週、この番組に、石崎ひゅーいくんとあいみょんが来ますという。もう、これでいいです。はい。いろいろ、やや、こっちも言いましたけど、もうそれでいいです。ひゅーいくんとあいみょんが来ますという。なので、ぜひ、お聞きください。あと、まあ、余力があれば、僕の本も予約してください、という。お願いしますということです。リアクションいただいてます。ラジオネーム、ビームス。須田さん、いつもよりも話題が多いので、最後に、いつも言う、チャンネル登録と高評価のグッドボタンお願いします。忘れないようにね。すごいな、すごいな、やっぱ。我が行こうかな。今、何でも YouTube やと思われてんのかな。この放送ですら、YouTube やと思われてたのかな。不思議やな。違いますよ。今これオールナイトニッポンやからね。違いますからね、本当にやってないですから。いや、今日はでもいろいろありましたね。でもマジで、いや、ちょ、本当個人的にはやっぱこの武田総務さんの手紙っていうのが大事件やから。だってこの言ってなかったけど、この封筒にね、多分すっごいいい和紙なんですけど、間にもみじ挟まってんすよ。そんな見たことあります？いや、びっくりした。本当ありがとうございました。番組ではラジオをお聞きのあなたからのメールお待ちしています。メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。詳しいコーナー紹介などは番組のホームページに載っていますので、ぜひチェックしてみてください。明日火曜日は、星野源さんのオールナイトニッポン。この後3時からは、根本周吾さんと永井美智香さんのオールナイトニッポンゼロです。ぜひお聞きください。ということで、まあ本当に何度も念をしますけれども、まあ本のこととかね、ミュージックステーションがいろいろありますけれども、須田まさき TV もね、ありますけれども、須田まさき TV もね今ちょっと正体が不明になってんのはちょっと消せないんですけどね。いつやるかちゃんと言うとこ、12月15日にやりますから。直前にももう一回言いますからね、お願いしますよ、ほんと。いやー、まあでもまずは来週スペシャルウィーク見て、石崎ひゅーいくんとあいみょんちゃんが来てくれて歌うということで、ほんとそれだけでもね、もうほんとそれだけマジで覚えて帰っていただければと思います。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は須田まさきでした。また来Looking glass gets broke. Mama's gonna